それでは次のテーマに移ります、えー、本セッションではコロナ関係の基金といたしまして、えー、中小企業と事業再構築促進基金を具体的に取り上げたいというふうに思います、えー、議論に先立ちまして本テーマをご担当いただく評価者をご紹介させていただきます政策シンクタンク構想日本総括ディレクター伊藤慎委員でございます慶應義塾大学大学院経営管理研究科エーザイチェアシップ基金教授 太田康博委員でございますソーシャルポリシーラボ株式会社代表取締役社長川沢良子委員でございますソウルリンクスラボ代表吉田誠委員でございます、えー、本テーマの取りまとめは太田委員にお願いをいたしますよろしくお願いします、えー、出席省庁は経済産業省でございます 引き続き本テーマには河野大臣大臣土田大臣政務官にご出席をいただいておりますそれでは議論に入りますまずはじめに事務局から主な論点などについてご説明をいたしますはいご説明いたしますまず基金とは何かでございますが独立行政法人公益法人等が国から交付された資金を原資としまして複数年度にわたり支出することを目的として保有しているものでございます まあ、複数年度にわたって機動的な財政支出ができるという利点がある一方で、執行管理の困難さも指摘されており、適正かつ効率的に国費を活用するという観点からは、近年を所,所管いたします各府省庁自らが執行状況を継続的に把握し、使用見込みの低い資金を返納するという p d c a サイクルを確立することが重要だと考えているところでございます。 続いいて今回取り上げまますす基金の概要でございますこちらについては新聞や展開、事業業,事業,業態転換、事業再編といった思い切った事業再構築に意欲のある中小企業の設備投資等を支援するということで、令和3年度に設置されたものであります。えー、昨年度末の基金残高としては2兆円弱となっております。 成果指標としましては、えー、スライドの下にあります通り、短期アウトカムとしましては、事業終了後1年で製品などが 1, 1つ以上販売されている状態にあることが、ことというのが設定されておりますし、中長期アウトカムとしましては、まあ、事業終了後の一定期間において、付加価値額が3%以上となる事業者の割合となっております。 次のスライドでありますが、こちらの資金基金に関しましては、あの独立行政法人が設置法人となっておりますが、その審査業務であるとか、各業、えー、受金事業を運営する業務につきまして、まあ、外注、まあ、さらにはそのさらに先に採択が行われているということにな,なっているところであります。 続いてでありますが、まあ、また別途の指摘も行われております、こちら財務省の資料になっておりますが、本来の目的、当初設置した予算措置を行ったときの目的としましては、左にありますとおり、ポストコロナ、ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、まあ、事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すという目的が掲げられていたところでありますが、じゃあ実際の人はどうかというところで、財務省の分析でありますけれども、まあ、右にありますと、 強みが異なるような複数の事業者が、例えばフルーツサンド販売店といった同一内容の申請を行っている、あるいは直近で行われた採択された第10回のさ公募採択においては、シミュレーションゴルフであったり、セルフエステとい、さらにサウナといった特定の内容に偏りが見られるというところになっているところでございます。 以上を踏まえまして、えー、事務局として考え,考えます主な論点でありますが、まあ、基本的にこの基金、事業というのは、中小企業などが一回限り利用する補助金であるというところで、まあ、制度としては繰り越しもあるの中で、まあ、各年度において予算措置すれば十分ではないのか、本当にあらかじめ複数年度にわたる財源を確保する基金方式を取る必要はあるのか、ないのではないのかというところが一つであります。 続いて、市と先ほども触れました使い道でありますが、本当にその日本経済の構造変化を促すという大目的に資するような採択状況となっているのか、支援対象となっているのか、そもそも詳細な実態把握やそれを踏まえた効果検証が不十分ではないのか、さらにさらに遡りましたら、そもそも業態転換等の大規模な事業再構築を支援するという考え方自体が適切なのか。 本当に必要な事業とは何なのかを改めて精査、検討すべきではないのかというところであります。で最後には先ほどのありましたとおり、執行の企画や応募のあった計画の審査等の根幹業務を実質的に外注しているような状態は問題ではないのか、さらに、まあ、現下の実際の執行体制に照らして、基金の規模、採択審査件数が課題となっていないのか。 といったところを中心に議論いただきまあこの基金だけではなく基金全体の今後の点検見直しに資するような方向性指針をしていただければ議論いただければと考えております以上ですはい、えー、続きまして経済産業省の方からあ事業概要などについてご説明をお願いしたいと思いますまずあのご役職とお名前をおっしゃってからご説明をお願いいたします 中小企業庁の次長のの次飯田と申します、えー、中小企業と事業再構築促進事業についてご説明いたします。あの説明は私の方からさせていただきますが <laughs> あの質疑などにつきましては隣にあの経営支援部長の松浦、それからこの奥にあの技術系革新課長の森がおります、適宜参加させていただきたいと存じます。まずあの、えーえー、全体像でございますけれども、配布しておりますあの基金シートをご覧いただければと思います目的とかあの計画などにつきましてご説明申し上げたいと思います。 本事業の目的でございます、今、あの、えー、事務局の方からもご説明ございましたけれども、新型コロナの影響が長期化する中で、ですね、中小企業などがウィズコロナ、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するための、ま、事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すための事業だということでございます。えー、内容につきましては、事業再構築のための、えー、設備投資、これらの建物の新築、改修、機械などを含みますけれども、こういった経費を補助しているところでございます。 予算額などにつきまして、次のページ、2ページ目にあの書いてございます、それから、あのえーえー、期限の終了定時期でございますけれども、令和14年の3月末というようなことでございます。えー、予算額、その次のページですね、失礼いたしました、はいえー、以下ですね、ちょっとあの私どもの方でご準備させていただきます、補足説明資料であのご説明を申し上げたいと思います。 まず1ページ目をご覧いただきますと、今のようなあの趣旨のことがあの書いてございます、あの支援累計などの枠もあの現状、書いてございます。それから2ページ目でございますけれども、えー、本事業の変遷をまあ示したものでございます、あの補正予算などの予算措置をまあ新規に行いながら、ですねその時々の経済社会の変化に応じて、中小企業の皆様の直面する課題といったようなものに対応するために、まあ、支援対象も、時々、都度見直しておりまして。 枠の新設や有山廃止といったことを行ってきた次第でございます。まあ、直近ではあの一番右に書いてございますが、あの先般、今月閣議決定されました。経済対策補正予算の中で、省力化と人手不足への対応といったものの、支援を新たに措置するということを考えてございます。次のスライドから、採択状況を示して,させていただいております。一回から十回まで公募をしております。七万六千二百二十四社を採択をいたしております。 産業分類別にご覧いただきますと、製造業、それからまあ飲食、宿泊、卸小売などの応募採択が多くて、まあ、これで全体の5、6割ということでございまして、採択倍率はまあおおよそ2倍ということでございます。次のページでございますけれども、まあ、枠ごとの採択実績が書いてございます。多いのはあの第1回からあの措置されておりました通常枠ですとか、あるいは緊急事態宣言特別枠、これが全体の8割ぐらいということで、まあ、多くなっているところでございます。 なおあのこれらの枠はすでに廃止されておりまして、最近の状況を見ますと、最新の公募会では、えー、物価高騰対策、えー、回復再生支援枠と、回復再生応援枠、あるいはその成長枠といったところでの採択が行っているところでございます。えー、事業再構築の累計別といたしましては、新分野進出、新分野展開ですね、新市場進出、これが全体の7、8割を占めているところでございいまます。産業分類別の際は、まあ,あまり見られなかったととうことでございます。 次のスライドから採択事例をご紹介させていただいております。あの時間の関係上、あの説明割愛させていただきますけれども、えー、5ページ目が製造業の関係、えー、6ページ目があのこれも製造業の関係でございます、それから7ページ目で、これはむしろその補助事業が廃止された例でございまして、左側がまあその、えー、食パンに出た人の話、それから右側がです、ね、原材料の関係で、えー、事業ができなくなったような話といったような例が書いてございます。 次のスライド8ページ目でございますけれども、執行のスケジュールについての資料でございます。事業再構築に向けて、まあ、投資判断を行いまして、事業者さんが行って、計画を作って、それから実施をすると、まあ、これにある程度の時間がかかります。採択の発表から補助事業の期間を経て、まあ、それから金額を確定して支払いを行うと、それからフォローアップ期間に入るという流れになってございます。初回公募のフォローアップ期間が完了するのは、まあ、原則5年後の令和10年度という形になってございます。 そのフォローアップ期間中につきましてはこの真ん中あたりに吹き出してございますけれどもまあ認定支援機関や金融機関が必要に応じたアドバイスを行うあるいは事業化状況等の報告をまあ毎年度実施をするというような形でフォローアップをしてまいりたいというふうに考えてございます次の9ページが履行体制でございますご説明もありましたが基金設置法人である独法のですね中小企業基盤整備機構交付決定や額の確定基金の管理などを行っております 委託先であるそのパソナにつきましては、この中小機構などが定めたですねそういったルールに基づきまして、実際の執行としての公募審査、採択検査などを行っているということでございます。それぞれ迅速な支援を実現するために、事務局では約3600人の人員を同意して、応募に対応しているという状況でございます。なお、事務局のまあ予算の採択比率でございますけれども、採択がまあ約2割ぐらいで、ほぼ8割が自分の業務ということになってございます。 その上で専門性が求められる一部の業務を採択しているということでございます。10ページ目、その後いろいろ事務局の業務運営、えー、事業を執行していく中で、さまざま論点出てございますので、い、え、ろ、ー、んなご指摘もございます、えー、中小企業庁、中小機構の監督の下で見直しを行っておりまして、吹き出しのあるような事務局体制の強化を行っているところでございます。 11ページ目以降、いろんなご指摘がございます、これはあの本レビューを含めて、さまざまなご指摘をいただいておりまして、えー、まあ補助事業者に対して検討を深めるべきでございますとか、 適切な予算執行がなされているかあのけあの精査すべきということでございまして、ご指摘の位置については、まあ、中堅企業に卒業を促進させるような仕組みということで、そのようなインセンティブをも設けてさせていただいております。それから予算執行の適切性ということでございますけれども、まあ、あの先ほどもいろいろございましたけれども、重複案件の排除でございますとか、そういったものをあのシステムで精査して、テンプレート転用の事業が採用、採択されないような仕組みにすると,ということをしております。12ページ目でございますけれども、まあ、そのほかにも、採択事業者にちゃんとフォローするでございますとか、 あるいは交付審査の改善ということで、だいぶ滞留時間が長かったんですが、え事務局の方でもあの、私どもの方も手こ入れして、まあ、不備がなければ1ヶ月以内で交付決定できるところまでは、正常化をしているところでございます。またあの様々、さまざまなトラブルの原因になっている事前着手制度、これ、必要がある、まあ、後ほどご説明しますが、まあ、コロナということで、え後とで,です、ね、あの交付申請してもいいようになってたんですが、まあ、これ、いろんなトラブルの原因になっておりますので、今後、原則廃止する方向で見直していきたいというふうに思っております。 不正対策の強化、それから事務局経費の合理化ってのこともオフィスの移転なども含めて進めております。13ページ目でございます。ebpm の関係でございます。けれども、まあ、あの事業化報告書を出した事業者6000社さんいらっしゃるんですが、ま5月から5月に締め切りました。8月ぐらいまで分析をいたしましたその結果が下の方に書いてございます。まだまだ足元で今どんどん出てきておりますので、あのある程度貯まったところで、引き続きあの成果分析やってまいりたいという風に思っています。ちょっと時間超過しだしましたが、以上でございます。 えー、それではこれから議論を開始させていただきたいと思います、えー。先ほど事務局からお示しした主な論点なども踏まえながらご覧ご議論いただければと思います、えー。それではどなたからでも結構です。じゃあ、えー、と吉田委員からお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。あの予防、えー、していたデータをいくつか出していただいてありがとうございます。えっ、ー、とですねあのいくつか質問を,をしたいと思ってます。 でまずその前にですねあのこれ経済産業省におかれてはですねもう十分 <laughs>、ご承知のことでしゃ、えーえー、にみ説法みたいな話になっちゃうんですけどあのー、まあ、経済政策において補助金の交付給付金の交付っていう手法はまあ、基本的には避けたい。 最終的な手段だと思うんですね。やはり市場の自立性とか公平性だから経営の自立性を損なう。恐れがある。のメリットよりもデメリットの大きい場合があるということで、あの私は若い頃は補助金事業を新規事業で上げると大体アウトっていう感じだったんですが、最近はそうでもなさそうです。で、基本的にはですね。あの政策の具体的手法として選択する場合には最終的な手法として。 その緊急性とか特殊性その背景の喫緊急性とかですね、えー、いったものが必要になってきますで、まあ、あの研究者によれば当然市場に与えるデメリットよりも、えー、その補助金交付によって、えー、市場の構造改善であるとかですねそういったもののメリットが大きい場合は、まあ、当然許容されるだろうもう一つは今回のコロナパンデミックのような緊急事態の中で、えー 特殊そういった特殊要因の中で緊急性が非常に求められる、要するに資金調達の時間さえ惜しいと、要するに融資とか投資とかっていうのはかなりシビアなあ手法になりますので、その時間さえ惜しいと、これはもう結果論として、後で精査するけれども、今は、まあ、出資せざるを得ないと、そういう資金を調達せざるを得ないというような場合に限られると思ってます。で今回の案件が まあ、そのコロナパンデミックという背景のもとで、まあまあ、社会的要請というか政治的要請も含めて、えー、立案された事業だというのは重、まあ、々承知した上えでちょっといくつか質問していきたいと思います。でまあ、こういった特殊な補助金交付経済政策においては非常に特殊なあ手法を取ったということなのでその場合にはそれがす全て全面的にダメという話ではなくてやはり事業の効果検証 だから審査の厳正化というのはものすごい必要になってくるわけですね、えー、他の不助費的な補助給付金の交付ではなくて経済政策の誘導政策としての補助金に関してはこの審査の厳正化と、えー、効果検証の厳密化というのはすごく重要になると考えていますその上で、えー、質問したいと思います1点目はですねまあ先ほど理解したとは言ったんですが多分 いろいろ検討する中でこの最終的な手段である補助金交付という手法を取った理由それを具体的な根拠を示してちょっとまああのご説明していただきたい例えばその時点で対象となる中小企業がもうすでに債務過剰に陥ってて融資や投資という形でやったところでなかなか成果が出ないだろうとかですねそういう判断があったと思うんですけど 補助金という特殊な手法を取った理由をちょっと具体的に簡潔に説明していただきたいえ2点目はですねあの効果検証をするためには当然、えー、厳密なデータ収集それから更新データの更新で分析っていうのは必要なんですねで、まあ、これなかなかあの他の省庁も含めて新しい事業を起こす場合には立案する場合には その時点で、効果検証のデータの収集方法、更新方法、分析方法、まあ、具体的には、えー、プログラムを作っておくとかですね、エクセルで、えー、入力をすれば、それが全部縦串横串で、えー、集計できるといったものを準備しておくのが当たり前なんですね。で、これをまああの行っているのかで、行っているとすれば、えー、これは基盤機構でやっているのか。 えー、委託先のパソナでやっているのかそれとも経産省の、えー、中小企業庁のもう担当本課でやっているのかでそのやっているかやっていないかとどこでやっているのかとその責務はどこにあると考えていらっしゃるのかというのが二点目です三点目はですね、あのーまあ、今回類型別の申請件数とか採択件数出していただいたんですがで、まあ、最後の資料の方にも えー、業採択事業の、えー、パーセンテージとかですね収益率の数字が出てましたでもう一度具体的な数字がちょっと欲しいんですねあの建設的な意見しようと思うとデータがないとできないので、あのー、最終年度もしくはあそれぞれの事業計画の最終年度の、えー、総収益の額ですねのがこういう採択別でも結構ですべ、ね、て。 採択されたもものを足しても結構なんですけど、えー、数字があれば教えていただきたいでそのうちの収益それの収益率だから収益率が、えー、当初の事業申請時のその企業の、えー、収益率と比較してどれぐらい上がってるのかこれも相対の平均値でも結構ですそれからですねもしやってればですが当然収益額収益率が出てるとすればそこで 税収への跳ね返りっていうのをシミュレーションできるはずなんですけれどもまあ法人税、従業員の賃金を上げるのであれば当然所得税にも響いてきますしそういったものをシミュレーションしているかどうかしていれば見込み額で結構ですので教えていただきたいとだからもう一つこれ最後なんですけどあのこれの事業効果検証って一応収益率設定してますよね成果目標として。 でもこれが達成できたかどうかってまだ先の話なんですけれどもそれだけでいいのかっていうことなんですね効果検証って目標達成ってすごく重要なんですけれどもプラス本当の目標ですよね要するに成長分野にちゃんと移動して、えー、業態変換できたかそれからサプライチェーンの再構築が出来上がったかっていうところを検証しなきゃいけないので。 通常は RDD とか RID とかいろんな手法があるのでそういった手法による効果測定って絶対必要になってくると思うんですね。で今回は特にクライシスパンデミックというクライシスの中でやった授業なのでこれ今後に生かさなきゃいけない次に緊急事態が来た時に本当にこの手法でこういう授業でいいのかっていう時に生かすためにもきっちりとした効果測定、まあ、できれば 大学とかの研究機関、複数の研究機関にお願いするとかですね、そういった手法に必要かと思うんですが、そういった効果測定を将来やるつもりが終わりかどうか、以上、ちょっと質問にお答えいただければと思います。あ,あの ご質問ありがとうございます。あの私の方からあのまあこれをどうして補助金にしたのかといったことについてご説明申し上げます。あのデータにつきましては担当の課長の方からまたご説明させていただきたいと思います。えとまず補助金を取った理由でございますけれどもあの前段の方にあの経済政策における補助金などのお話がございましてあの。 いごごももっともでございますあの私どももあのそのような認識のもとにあの考えております,おおりますのであの、ちょっとご説明をいたします。で、あのこれ、補助金なんですけれども、やっぱり当時はですね、あのこれ、えー、2020年の秋の対策で出た事業でございますけれども、あのー、まずゼロゼロ融資をまず、まず資金繰りということで融資をやっておりまして。 これはあの公的な金融機関にまず、もうすご行列ができたので、民間金融機関にもということで、異例特例のゼロゼロ融資を行って、それからの給付金事業、昨日うもここでご議論いただきましたが、やっておりまして、でまあ昨日もお話ありましたけれども、夏前ぐらいにこう申請がこう一巡する形になりまして、そんな中で緊急事態宣言ですとか、まん延防止措置とかっていうことがまた引き続き出てくるというようなことの中で、もちろん、その止血としてのゼロゼロ融資は続けていくわけでありますけれども、まあやはりその、 えー、その時の、なんていうんですかね、あのいろんなビジネスとして、ですね給付金、渡しきりのお金で、使途が限定されなくて、我々もよくその広告とご議論ありましたけれども、正直言って使い方が終えないようなものであるよりは、しっかりと補助金をの形で、えー、使途も見えるようにして、計画も見させてもらって、適切な形で補助金を出して、でまあ、あの時不正受給の話もいろいろございましたので、補助金であれば確定検査もできますので、そういった形でもって、むしろやる気のある構造転換をするようなですね方々を応援したいという思いで、 補助金事業をあのささせせて、て、え、補、ー、補助助金金といいう形でさせていたた。だきましたあの補助金がな,なくてできたかどうかという議論はあ,のあるのかもしれませんけど当時の,あの私どもの認識といたしましてはあの資金繰りに困っている事業者さんたちの背中を補助事業で支えるという形で、えー、実施したところでございますて、またあのあの先行きがすごくあの時のことを思い出してもです、ね、こういつ就職するかわからないとかいや本当にあの困ったとっいう声が。 むしろ私どもの方には何とかしろっていうのはまあ与野党問わず国会でも随分ご審議をいただいた中である程度先行きを見通せるようなっていう形で柔軟な執行という意味でも基金事業としてあのまあやらせていただいたというような状況がございました、えっと、あのその他ちょっとデータの分析とかあの,の状況につきましては今あのやっておりますのでちょっとあの担当の課長の方からご説明させていただきますはいいありがとうございます。 2つ目にいただきましたデータ収集の方法とかやり方、準備を当初から行っていたのかということでございますけれども冒頭の飯田からの説明でもちょっと触れさせていただいたりあり事業化状況報告というものを事業終了後に毎年出していただくことになっておりましてそれを収集するようなシステムを 構築してですね補助事業を5年間にわたり損益計算書貸借対象表労働者名簿製造原価報告書等々のですねそういったデータを入力していただいておりますまたですね補助事業を活用して販売した製品サービスの販売額ですとか販売数量原価などについてもですねデータを入力していただいて 把握をしているということでございまして目標が付加価値額ということでもございますので売上高営業利益人件費減額消却そういったものを参考にですね目標をどれだけですね達成できているかということを評価をさせていただいているところですもちろん補助金をですね立ち上げた当初はですねとにかく早くですね あの補助金をこう採択、あの審査してです、ね、お届けするということをあのに優先、あの重きを置いてです、ね、あの業務をあの進めるわけですけれども、まあ、当然ながら、こういった EBPM の観点から、あの効果検証というのは非常に重要でございますので、あの私どもの,です、ね、あの,このやり方も含めて、改善をしながらですね、 あのよりこう有効なですねその分析ができるようなあのデータ収集というのを引き続き行っていきたいというふうにあの思っておりますとあの次にあのいただいたご質問で、えーまあ、最終年度の,その総収益の額 についてですねあの数字具体的な数字が欲しいというお話でございました。それについてはあの現状、ですねあのまあ補助事業が終わってからあのまだこう1年目ぐらいのですねあの事業者様しかあのいないものですからあの私どもが今行えているその分析としては6000社のですね 一回目の,あの報告の内容を分析したということでございまして、まあ、そういう意味ではその最終年度のですねあの総収益の額っていうのはまだ出てないという状況でございます他方であの、まあ、こうやってそのパーセンテージだけじゃなくてその額としてですねあのいくらだったのかとかですね、まあ、それがその、まあ、具体的にどうだったのかとかですねそういう精緻な あの分析についてもあの課題だというふうに思っておりますので、またその税収への跳ね返りの,そのシミュレーションあのといったご指摘もありましたので、ちょっと我々としてもですねまあ今後、データがどんどん集まっていきますので、そういった中であのどういった分析が可能かというのをですね引き続きあの検討してまいりたいというふうに思っております。とですねあのまあ最後にあの おまあ、収,益収益率だけでいいのかとあの本来の,その目標例えばその成長分野にどれぐらいこうあの進出することができたのかですとかあのサプライチェーンの構築にどれだけ役立ったのかといったあのことについてもです、ねまあ、のこれも同様に。 あ,のある程度こうデータが集まったりとかで、まあ、補助事業があの終了後、あの5年間フォローアップするという仕組みになっておりますので、私どもとしてもその、ちゃんとその補助事業があの効果がちゃんと出たのかっていうのは、その後にです、ね、あのに評価をせざるを得ないところがあるわけですけれども、あのまあ、中間段階でもです、ねまあ、どういった分析ができるかということをあの引き続きあの検討してまいりたいというふうに思っております。 はい、ありがとうございます、あのーまあ、補助金を選択した理由というのは、まあ、誘導施策として、えー、今、ゼロゼロ融資にしても、給付金にしても、あまり機能しているものではなかったので、まあ、そ,れにかあのそれとは別に、誘導政策として補助金を選択したという理解はしました、えー、ただ、ちょっと弱い <laughs> ですね、理由としては。だからもう一つ、入力作業はどこでやってるんですか。 そのデータ入力、例えば申請時、更新時、から報告時のデータの入力は誰がある、どこでやったのあそれはですね、あのシステムにあの事業者様がアクセスしていただいて、あの事業者様に行っていただいてました、うん、事業があの申請時に、えー、事業者が報告時にデータ入力、本にすれば、それが集計として、えー、中小企業基盤機構なり、経産省の方で。 見れる状態、モニタリングできると。あ、すみません、失礼しました。あのその分析をどこがやっているのかということについては、あのまずあのパソナあ,あのこの移転先のですねあの方があのまあ、そのデータをこう収集しまして、まあ、当然ながらそのお分析の内容ですとかあの評価ということについてはあの中小企業庁中小機構もですねあのま監督の元々の分析をするということになっております。はい、あの。 まあ審査の話ちょっと他の先生にあのやってもらうとして、効果検証からしても、このデータ収集って、よく考えてください、これ、補助金だからこういうずさんな形になってるんじゃないですか、これ、私もファンドマネージャーやったことあるんですが、ファンドマネージメントの中で、こんなずさんなデータ収集とか分析ないですよ、通常、特に経済政策、ビジネス事業、プロジェクトだったら、四半期でしょ、最低。 四半期にデータをチェックしていくのは当たり前ですよ報告書出てから分析しますってそんな話じゃないですよねしかもこれ喫緊の課題だって言って補助金入れたわけですよそれを何を悠長にそういう何指導もできないフォローアップもできないような状態でやってるのかっていうのは非常にあの僕が知っている経産省にして不思議な感じがしてですね これはちょっっとやっぱり補助金だからこそこんなふうに投げきっちゃってしかも、これはまた別の先生お願いしますけどえ丸投げした委託先に全部オウム抱っこでえ全くこうちょっと真剣味とか緊張感というのはないんじゃないかっていうふうに感じてしまいます、感想なんであれなんですけどだからそこは、ですねここからちょっとコメントなんですけどもやはりあの補助金の特殊性から考えて えー、この事業の収集、更新、からチェックというのは四半期、もしくは半期に最低1回でもずつでもちゃんとモニタリングできる状態を作っていかないともうこの事業、このまま続けるのは私は反対です、そういったシステムがきちっとできてで本来は政策判断資料を政策判断者に諮る、諮問する。 経産省なり中小企業,企業庁で集計のモニタリングと分析はすべきですこれを委託先に任せるというのはありえないと思いますでそういった体制を整えるまで新たなもう事業採択をちょっと止めてもらった方がいいんじゃないかとさえ思いますだからもう1つはです、ね、あの先ほども言いましたけどこの 特殊な背景の中で作った事業の効果検証というのはもう今後非常に生きてくると思うのでぜひこれはちょっと、えーまあ、財務省とも相談してもらって、えー、効果検証のための、まあ、できればあの先ほど言いましたような手法を使ってしっかり効果検証を第三者にやっていただいた方がいいんじゃないかと思っています。えっと、次のの論点最後ですあのもう一つです、ね、これ重要なのは えー、この政策目標ですよね、えー、が本当にあのこれで良かったんだろうかということなんですけれどもあのやっぱり現時点で見ると、まあ、コロナ禍、この作られた時とは経済状況、社会環境状況大きく変わってますよね、でまあえー、それも意識されて、えー、採択要件も少し動かしているようなところは見られるんですけれども。 少なくともあの今年の直近のお月例経済報告とか imf の世界経済見通しながら見ると、えー、まあコロナパンデミックの経済活動の影響というの回復傾向にあってで中小企業が直面している問題もかなり変わってきてますで倒産件数今年の倒産件数上半期ですね見ても、えー、2018年水準まで上がっていますでその原因はというと人手不足と、えー いわゆる過剰債務ですよねするとしかもそれらも含めて今喫緊の中小企業政策の課題はというと新陳代謝の促進による再編成と生産性の向上というところだとこれは経産省もいろんなところに書かれているわけですそうなるとですねもうこの事業当初の喫緊の課題だったと設定した課題から大きく変わってきてるのでで 当初設定された課題は確かに課題ではあるけれどもそれが政府が直接関与してまでやる喫緊の課題なのかというとそうじゃない課題の方が喫緊の課題としてはあるんじゃないかとだからこの事業はある程度もう役割を終えてこれ以上新しい事業採択をすべきじゃないとまさしくこの事業こそ再構築しなきゃいけないんじゃないかというふうに考えています。 えまあ成長市場への参入とかサプライチェーンの再構築っていうのはあのー、ああいう事態ではあり得るんですけど通常だとこれ企業の自律的経営の判断の中で捉えすべき課題だと思ってるんですね。だからそこはちょっとこの事業はもうすでに役割を終えたんじゃないかというふうに思っています。えー、っとまあこれはちょっとコメントだけにします。あのちょっと長くなるのでこれで。の他の先生のお意見もいただきたいので、はい、えじゃあ。 太田先生お願いいしますはいえー、吉田先生からかなり伺っていただいたのでまずあの数字なんですけどもこれ付加価値を増やすということを目的としていてそれはよ計画より多いところと少ないところのパーセンテージで出ているんですがこれ、すでに2年度終わってるという理解ですよね。 あの付加価値を増やす予定であったかということは、これ、パーセントが出ていることは分かっているわけですよね、その金額より大きいか少ないかは。で、入力が終わっていれば、当然、その数字分かるはずですので、これ、付加価値まず、まず知りたいのは、まずこの補助金がなければ、赤字で行われなかった事業っていうのがどれぐらいあって、この補助金が入ることによって、えー、実際にその採算が取れるようになったものはどれぐらいあって、で付加価値額が増えたんですか。 これ当然あの政府支出はやるので増えた付加価値額は投入した予算より多いのが当然だと思うんですけどもこの辺の数字はあの2年度終わっている分だけでいいんですけどもそれを教えてくださいはいあのー、まず、あのーまあ、この補助金がなければ。あのー 行われなかったかっていう点につきましては、えー、っとまあ、これはあの事業者状況報告を行った。あの事業者へのそのアンケートを行っておりまして、あのー、まあ、その結果によればですね。まあ、9割以上のその事業者がまあ、この事業がなければですね。あの、補助事業を実施しなかったです。とか、まあ、あるいはそのおーまあ。 計画通りにというか、迅速にできなかったとか、規模を縮小するような形でしかできなかったというふうに、そういうよその回答が来ておりますすありがとうございまアンケートはいいんですよ、これ、BSPL 取ってるって話なので、数字でいくらの予定だったのが、いくら増えたんですか、金額ペースで、トータルで構いません。 あのちょっとそういうその金額ベースで、ですねあの具体的にあのいくらかっていうのは、ちょっとこの場ではあのお示しできないんですが、あの確かにあのそういったあの評価っていうのはあの重要だと思いますので、あの検討してままいりますあの今、ここで初めて伺ったわけではなくて、これは1週間、2週間前、まああの、事前勉強会の時にこの数字を伺いたいというふうに申し上げた、まあ、平均値、中央値、あるいはその全付加価値額、利益額の絶対額。 これはあの7万6千件の採択をしていて、えー、採択の段階で BSPL 精査してるはずですよね。でなければそもそも2.4兆, 2. 兆円のお金、まあ、これ入れてるのはまだ2兆円待ってるようですから、4000億円ぐらいかもしれませんけれども、その額を投入するという意思決定をする段階で精査してるはずの資料なんですよ。で、その7万件あるから足すのは大変だといっても、システムができていて、数字が取れてるんだったら、合計するぐらいのことはできないですか、2週間あれば。 はいえー、あのちょっとごめんなさい、繰り返しになりますけれども、今、あの手元に数字ございませんたいあの、もしそういうご指摘についてあの、きちんと私どもが理解をしていないのかというので、大変申し訳ないと思ったので、あのあの精査次第あの出してしたいと思いいますいや、7万6千件の採択をして、BSPL を精査して、これを出すのが国民のためだという事業を実行して、その数字を足した数字が出せない、2週間あっても、週2週間ないですかね、1週間あってもできないそれと。ににわかに考え にくいことでこれトータル、私が合計したところでいうと2.4兆円ですね、今2兆円余っているということは4000億円ぐらい使ったってことでしょうか、えーまあ、その辺の数字間違っていればあの訂正していただきたいんですけども、まあ、2.4兆円、日本人1億2500万で割ったら1人2万円ぐらいじゃないですか、まあ、4人家族で8万円、これだけあればまあささやかな家族旅行ぐらい行けるわけですよ、まあ、外食に行くとしたら結構贅沢な外食が何かができる。日本人全員にそれだけの犠牲を強いて でこれはあの中小企業にのえ社長さんにです、ね、えー、7000万円、3分の2の補助で7000万円まで、あるいはサプライチェーンの変化だと5億円まで、半分まで見ると、でそれを渡すというわけなんですけれども、その結果としてシミュレーションゴルフとか、エステティックサロンとか、えー、サウナとかが、があるいは自動販売機ができてきてると、これ、コロナパンデミックだから、緊急事態だから正当ができるという議論はあり得るかもしれませんが、 まあ普通に考えて相当厳しく事前に審査をしてきちんと四半期でモニタリングしていかなければ到底有権者、納税者の納得が得られない事業だと思いますで1週間で数字が出てこないということはこれは全くざるであるというふうに言われてもしょうがないんじゃないでしょうか。いがでしょうはあの ご指摘あの、受け止めさせていただきまして、あのちょっと今あの、手元に数字がない状況でございますのであの、精査して事務局の方に改めてお出ししたいというふうにあの思いますこれはあの赤字のところ出すんですが、例えば3000万円赤字のところに5000万円出して、2000万円儲かったっていうような、そういう感じの出し方をしてるんでしょうか9割方その事業をされなかったということは、基本的には採算が取れてないということですよね、補助金を出す前は。 えっと、あすみませんあの、補助金なかりせばこうあの事業できなかったということでございましてとうい,うういうことは、補助金なかりせば、例えば3000万円の赤字だったみたいなイメージですけども、大胆な設備投資ができなかったということでございまして、あのまあ、当然、補助金はです、ね、設備投資に充てられるものですので、まあ、そ,のあのそのままです、ね、こう売上という形,の形であのになるわけではございません。 これはあのまあ産業政策の専門家の方ですけど保証が補償権利が満たされているかどうかを確認したいんですけども3000万円の赤字の事業をやってもらって2000万円稼いでもらうよりはその事業をやめてもらって5000万円はやらない方が5000万円プレゼントした方がましじゃないですか。 まあ保証原理というわけですが、この保証原理が満たされてるからといって、産業政策やっていいかどうかっていうのは、まま私はそれで直ちにいいとは思いませんが、ただそれが満たされてないんだったらやるべきじゃないということで、その最低限の必要条件を満たしてない感じがするので、9割の方がや,やらなかったっていうことは、やらない方が良かった事業なんじゃないですか。 あのちょっと私は正確に理解できなかったら大変申し訳ないと思いますが、えー、赤字事業の話、まあ、もちろんそのいろんなセグメントがある中でのことだと思いますけれども、例えば、まあ、飲食店とか、まあ、宿泊とか、まあ、コロナでいたんで、あの先ほど、えー、吉田先生の方からお話がありました、コロナで抜けたって話がありましたけれども、率、まあ、直,直に申し上げて抜けてる人もいるんですが、あの借り換え融資ってプにいろいろなってやってますけども、10万件ぐらい使ってて、まだコロナの影響は、まあ、金利払ってもさらに据え置き延ばしたいという方も。 いらっしゃるということなんで、まあ、全部抜けきってはいないのかもしれませんけれども、まあ、いずれにいたしましてもあ,のああいうとあの事業をやってる人がその時は確かにお客さんが来ないので赤字だったかもしれないけれども別の事業業態転換例えば航空機なんかで。 エアラインが止まって、ですねなかなかエンジンの修理の部品ができないというときに、それだけの技術があって、例えば精密医療のほうに出てきたいと、まあ、こういうことで売り上げを伸ばしていきたいとかっていう方もいらっしゃって、ちょっとすみません、あの直接3000万の赤字ですぐ5000万ということではないのかもしれませんけれども、まあ、そういったさまざまな個別の事業者さんの事情に応じて、ですね審査をして、採択をしてやっているという状況でござさまざま違うことは理解しますので、平均とか中央値を伺ったんですが、えー、その数字もまあ出てきてない感じなんですよね。 で緊急だから、コロナパンデミックだから緊急だからというところは、実際にはゼロゼロ融資がかなり効果を発揮していて、まあ、あの民間の,あの調査によると、まあ、バルーキー以来、最低の倒産件数だったというのはしばらく続いて、まあ、最近増えてますけれども、あの続いてたと、そこはゼロゼロ融資がかなりの役割を果たした、で今これ、2兆円残高が残ってるわけですよねで、WHO もコロナパンデミック収束は宣言しているわけですね、今からまだこれ、コロナ対策で2兆円使うんですか。 あのまあ、コロナ対策でございますけれども、もちろんそのきっかけ、コロナで始まっているわけでございますけれども、まあ、少しややあのそのデータに基づいているわけではございませんので、ちょっとあの不正確不正、不十分かもしれませんが、事業者さんも僕、私どもが事業者さんとお話していると、まあ、コロナが始まったわけですが、今、先ほどお話しあったように、最大の課題の一つは人手不足でございますけれども、これもやはりそのコロナで、まあ、いろんな形でその、えー、事業をです、ね、そのなかなかできなくてですね、まあ いなくなっちゃった。住民の方が帰ってこないっていう方が結構よく聞かれるわけであります。それからまあコロナのやってる最中にですね。ウクライナの侵攻があってで、まあ,あの取材価格が上がってまあ、エネルギーコストが上がってまあ、こんな形でまあ、コロナとこう連動しながら出てきてるって。授業者さんが多くて、必ずしも経営者目線からするとそこは切り分けられているものでは。 なないいいのではないかというのですもちろんあのだんだんそういうことがその過ぎていってですねあの出てきたときにこの事業をいつまでやるのかというはもは当然、私どもというのは考えていかなきゃいけない課題だと思いますけれども、まあ、現時点におきましてはそういった事業者さんたちがこういる中であの緊急性みたいなものも引き続き残っている部分はあのございますのでそういった方々に、まあ、その審査があの甘いとかですねこういったサイトを事業を採択すべきでないとかっていう議論はあるのかもしれませんけれどもそこはしっかり私どもを精査しながら事業者さんに寄り添った対応を続けていきたいと思っております。 はいあのー、データがないということなので、まあ、私、これぐらいにしますけれども、あのー、一番懸念するのは、人手不足にしても何にしても、これはあのー、本来であれば赤字であって、やられなかった事業を公金を入れて継続してもらうわけですよね、これって本来、中小企業で行われる新陳代謝を阻害しているという側面が非常に強くて、えーまあ、DX であるとか、あのー、その他のですね、あのー RPA であるとか、全然そういうものは進まないように、むしろ中小企業対策をすることによって産業転換を遅らせてしまっている懸念があると、えー、産業構造を変えるとかサプライチェーン構築するというのはこれ中小企業の本来業務ですから、あの政府が本来あの支援するような筋合いのものではないんですよね、もちろんその民主主義のコストとして、中小企業対策がある程度必要ということは理解しますけれども、2兆円はあまりに大きい巨額であるというふうにあの理解しております。はい あのもうあの一言だけ手短にお願いします。あの,、はい、あのすいません。あのえっとおっしゃる通りそのま新陳代謝ってまなかなか経験には言えないんですがあのまあ事業のその再構築これは必要でして先ほどの先生のお話もございましたけれども私も今日はちょっと この仕事ですけれども、あの事業再事業再生っていう形でもって、ぐっととバットを切り分けて再生していくっていうのも。これも相当手こいれをしてやっております。あの倒産件数が増えていく中で、そういった形での手当もしております。それから、あの元々ありましたように、この事業一応付加価値3%伸びるようにっていう中期目標。あの目標を立ててもらって、それに。 まあ、会うことを見ておりますので、赤字のままどんどん,沈んでいくゾンビが生き残っていくということではなく、私どもとしてはそれが伸びていくという形での計画をその新設あの審査させていただいております、これが結果としてどうなかったかというのは、最初にお話ありましたように、これからしっかり検証していきたいと思って、私どもとしてもしっかり検証していきたいと思っていますし、そういった中で先生方のご意見もいただいて進めてまいりたいと思いますい川沢委員がします。 あの先ほどからのお話の中でやはりその審査の厳選化というところが重要だというお話ございましたであの私もこの審査についてはあの非常に関心を持っておりまして実際、先ほどのご説明の中でも委託先であの審査業務を担っているとでその時にあにもちろん公募要領で審査基準をあの設定をしてそれに基づいて審査はされていらっしゃるとは思うんですけれども あの事前にお話を伺いましたところ、えー、とこの株式会社パソナからまあ1000人ぐらいの,あの中小企業診断士の方に審査を委託しているということで,でまああの通常、中小企業庁さんが直接実施されている補助金においてもその外部の専門家を活用した補助金審査というのはやられていらっしゃると思います。必ずもそれが 否定されるもののでではないと思うんですがその審査の質の管理ですよね、例えばその認定支援機関ですとか申請者とその審査者に利害関係がないかの確認ですとか、もちろんその審査員ごとにあの提案書を見てああのまあ、判断するわけですから、その審査の質 まあ判断結果にブレがないかですとかあまりにも語りがないかそういったその審査の質の管理についてはやはりそこは外部委託してはいけないまあ直接実施すべきところじゃないかと思うんですがそののあああたりりはいいかかががでしょうか、はい、ありがとうとございますあの審査の厳正化、私も務めておりますあのいろいろ、ここにもあるようにご指摘もございます。あの もちろん一つ一つの事業にとってみれば私どもとしては審査を採択する理由があってやっているわけでございますけれども、えー、まあどうなんだというご指摘は当然ございますその中で今、あのー、審査の事業の話がございまして質の厳格化管理これはあの本当に大事でございましておっしゃるようにあの、えー、まあこれだけの件数のものをですね申請件数のものを全部中小企業庁ないしは中小企業であるとこれは難しいところでございました私どもとしてはルールを作って考え方を整理してそれで、まあ、あのこれはどうするんだというような形が あの質問があれば中小企業庁や中小機構でもって考え方を整理して事務局に周知してそこで審査を重ねる、まあ、こんなことを続けているわけでございます当然私どもも相当この事業にはコストを払っておりましてあの職員もあのまあ時々は向こうにもずっと常駐するぐらいのつもりであやってその仕事もしているところでございます。そそんな中であのまあ当然その 診断士の方々のご意見もいただくこともございますけれども、あのどれがいいとか悪いとかということではなくてです、ねあのまあ、私たち自身としてもこれしっかりやってまいりたいと思いますし、ご指摘もいただきながら、さらに改善を続けてきてまいりたいと思いますあの、パツナ自身でもダブルチェックやってますし、就職企業庁でも、まあまああの、数百件ぐらいのサンプル調査も行いながらあのやっているということでございますので、まあ、引き続き厳正にあのやってまいりたいと思います。 あのやはり審査の,その結果ですよね、コメントを含めたそのデータの管理というのも非常に重要なんだと思います、あの先ほど、成果実績、あの経営情報に関するデータのところの登録というのがございましたけれども、やはりその審査がきちんと行われているか、それを後で再検証するという可能性も当然あると思いますので、そこの部分についてのデータの整理というのも非常に重要だというふうに思います。でもうう点あの先ほどかからののお話でで基金で実施するる必要があとというところはやはり あの個人的には疑問に思ってまして、まあ、緊急性がまだあるんだというお話ございましたけれどもやはり当時とはその事業開始当時とは経済環境かなり異なっていると思いますし、まあ、これあの、えーと、中小企業1回利用する補助金であるという最初の論点説明でもお話ありましたけれどもあの直接実施している補助金事業とそれほど事業スキームは変わらないのではないかというふうに思います。でででですのののののももううここ段階でこの事業スキームであればやはりもう通常の予算措置の もうにまあ移行する基金としてのその実施必要性というのは非常に薄くなっているのではないかと逆にその透明性が低下することのデメリットの方が大きいのではないかというふうに感じます。まあこれはコメントです。以上です。伊藤委員お願いします。はいあのー、皆さんからもう論点だいぶ出てます。こ確か去年の春のレビュー、秋のレビュー、今年の春のレビュー、三期続けて対象になっていてだいたい類似論点が出てるなと思っているんですが。 あの最初に今、川沢さんからお話があったあの、本当に基金でなきゃいけないのかというところは私も同じように思っていて、あのー、これ、まあ、基本的に1回きりの補助金ですから、あのー、事業者側からすると、これ、基金なのかどうかのほぼ分かってない世界だと思いますし、もちろん財源を取っておくという、それ昔あのー、当時、緊急度が高かった時はそうだったのかもしれないですけど、 このタイミングでは本当にあのもう基金としてやることの必要性ってのは非常に少ないんじゃないかな、多分ここと、さっき太田さんがおっしゃっていたこれ2.4兆円というのは多分2年間、3年度、4年度で基金の積み増しが2.4兆円ぐらい、そのうち、えー、実際に交付しているのが今4000億で、えー、基金で残ってるのざっくりでいくと2兆円だっていうのが先ほどの数字の話だったかと思うんですけど、その2兆円残してるから、あのこの再構築金安心だっていう話ではやっぱり違うだろうなというふうに思っています。であの こことあと、多分この基金としてやるかどうかということと効果検証がやっぱり大切な先ほどから出ている話の中であのこれ実際、レビューシートを見るとあの初期アウトカムは、えーえー、と補助事業終了後1年で事業化したものが1以上というこのアウトカムになっていてこれあの今回、追加的に付加価値の方は出していただいているんですけどこっちの方こそまず最初に見えるものじゃないかなと思います。こっちで把握 もちろんあの、えー、と補正からだから、まだ数千件の世界かもしれないですけど、これで把握できてるんでしょうかおっしゃったのは、付加価値の方が把握、あの事業化 1, 1以上ですか、はいあの事業化1以上についてもあの、把握をしつつあるところでございます、ちょっと今、この手元にも数字がございません、申し訳ございません。はいあのー こっちの方は補助終了後1年なので少なくとも1年経っているあの事業者があるのでこれはやはり見なきゃいけないだろうなと思いますしあのこれ、令和8年度目標年度で50%ってなってるんですけどこの初期アウトカムとしての目標値ですねえ最大これ5000万ぐらいもらっている事業者もある中でえ1位の事業化すればいいっていうのは感覚的にはかなりハードルの低いアウトカムになってはいないかなこれは先ほど出てるような もともと補助金では緊急度の高い補助金でやっているということを考えたときに、本当にこのアウトカム設定がそもそもいいのか、この設定でいいのかどうかということと、今、把握ができていないということの2つ、やっぱりこ,れここは課題があるんじゃないかなというふうに感じています。で、この効果検証を考えるときに、これ、昨日の持続化給付金の中でもあったんですけど、これ、今って多分えこの再構築補助金をもらうときに、ジビズ ID を経由してやっていますよね。ですよね、この補助金を取るとき。 これは現時点ではまだできないんですけど、GBSID を取ることから経由することによって、その事業者の実績はあ,のある程度データで取りやすくなるはずなので、ここはもうこれ、やらないと、やらない選択肢はないんじゃないかなという,ふうに思ってるんです実はこの話って、去年の春の公開プロセスの時に私の参加していて、同じ話をしていたなと思っていて、ななえー、と1年半経って、何か改善があったかなというところを感じてるんですけども、し何かこう進めることがあれば教えていただきたいんですけど あのすいませんあの先ほどの,あの太田先生の,あのご指摘ともかぶるんですけれども、ちょっとなかなかそのデータの、もともと出していただくデータの,です、ねあのまあ、質というか、その加工のしやすさみたいなところがありまして、その例えば BSPL、当然出すんですけれども、それを PDF 方式で,です、ね、こう出すかあの出していただいているので、まあ、そのデータをです、ね、そのどうその収集して、 あのなんていうか、システム的にです、ね、パッとこうあの分析ができるような形にあのするかっていうところにそのちょっと課題がありまして、あのまあ、私どもの,その報告システムでもあの同じようにです、ねあの、そういった課題を抱えているものですから、まあ、ちょっとそういったものも当然改善して、あのまあ、早くその分析ができるんですね、あのやっていかなきゃいけないっていうのは、重々承知しているんですけれども、なかなかあのちょっと時間を要しているというあの状況でございます。 はいいいああありがとうござままますすののせん私どもあも先ほど審査の厳正化みたいな話ですとかま入り口でそのすごい滞留しててなかなか時間かかっている問題などがあってそちらにもいろいろ注力してきて少し大変申し訳ございませんの昨年の春にいただいたご指摘をあのまだできてないとすると大問題でございますのであの早急に何て言うんですかねその どこまであの我も人手が下げるかというのはあるんですけれども、これは大事な話だと思っておりますので、あのしっかりやってまいりたいというふうに思います。それからあの、まあ、2兆円残っているお話ございますけれども、あの一応あの、交付決定というのは、これ事前着手制度なので、まだ採択が終わっていないのがたくさんございまして、ひも付いてるっ,て言っちゃなんですけれども、その事業化をして、まだ採択されていない案件というのもございまして、あのそういう意味では、その執行があの今後、さらになるということも認められるという部分ございます。 PDF というお話あったんですが、これ、申請時にウェブで入力してもらうとか、数字で出してもらうようにすることって、そんなに難しいですかあの中小企業の,あの皆様、特に経営者の方、あの1人何役で、ですね、あのいろんなあの業務をやられてますので、あの申請時の,です、ね、あのご負担とかも考えながら、私ども、 あの補助金の申請の方法は検討していかなければいけないので、ちょっとそのどこまでですねあの作業の,あの手間をこうあの取っていただくかっていうところは、なかなか課題でございます BSPL が作成されていて、PDF になってるんですよね、その数字をコピーして、なんかウェブかなんかの入力フォーマットに入れられない理由っていうのは、全く理解できないんですけども。 はいあのまあ、ご指摘のとおりあのいあの、やっていただければというところはございます、あのうの給付金の事業の時も、拝聴させていただきましたけれども、そんなお話ございましたけれども、やっぱりデータサポートを見た、本当にあの時にですねあの高齢の方とかあの、フリーランスの方とか、まあ、いろいろな方がいらっしゃる中で、本当にサポート会場にもたくさん人が集まって、まあ、これもそういうところがあります先ほどあの、の四半期ごとに報告をという話もありまして、これも私どもとしても、できるだけ詳細なものをそのとお,お求め申し上げたいというのはあるんですけれども、やはり、 あのまあ、この事業再構築補助金の申請書類がすごい大変すぎるとかっていうご指摘も別途多々い,いただいておりますあのものづくり補助金とかいろんなところである中で、まあ、事業者さんの負担とそれからまあ私どもの,その予算執行の観点の適切性というものの、まあ、そこをどう見ていくか。特にこの事業は 緊急性ということなのでいろんなご指摘をいただいているわけでございますけれども、そこのところについてのバランスについては、引き続きよく踏まえながらあの検討させていただきたいなと、事業者さんの負担と私どもの予算執行の適切性、とか、まあ、効果検証ということについてはあの、効果検証やりたいと私どもも思っておりますので、これは歴史的に残していかなきゃいけない、あのアカデミークの,人数の協力も得てやっていきたいと思ってますけれども、そこのところ、ちょっとあのあのよく考えさせていただければと思います。 時間迫ってます手い,すいまま手短にお願しすもう一点だけ最後に、いつまでこれを続けるのか、先ほど出ていると思うんですけどこれ実はレビューシート、基金シートでじ、あのー、事業の目的の欄が若干変わってるんですね、去年まではえコロナウイルス感染症の影響というふうに書いてるんですけど、今年度のシートからは影響に加え、物価高騰等によりという新しい要因が入ってるんですよね。でもちろんあのこれは 今回の経済対策の中でも、この新しい要因の部分も勘案された上で、ええ、積み増しがされたというふうに認識をしてますけど。であれば、やっぱりこのコロナを、コロナ対策としての補助金のメニューというのは。一旦はここで終了ということは考えていく必要はあるんじゃないかなと思うんです。やっぱり分けて考えなきゃいけないなと思うんですけど、いかがでしょう。はい、あの繰り返しになります。あの、えー、まあ、現場の経営者の皆様、あの、私どもお話しさせていただき。あの、まあ。 先生方もそうかもしれませんが、その繰り返しになりますけど、コロナで始まったいろんなその危機がですね。他の要因と組み合わさって、経営者の方にはのしかかってきてるところが実際ございます。あの人手不足もそこはですね。はい、事業者の側はまさにそうなんですよ。事業者の側が何かっていう問題じゃなくて、それはもらえるものはもらった方がいいと思うんですよ。お金を出す側からするとコロナ対策と部下高とこれ、やっぱり違うと思うんですね。これ分けて考えなきゃいけないんじゃないですかあのまあ。あの もちろんその切り分けて考える考え方もあると思いますが、私どもとしては、やはりそのコロナの影響が、まあ、繰り返し10万件まだ借り換えをしてです、ね、借り換え節を使っておられる方がいらっしゃるということと、それに複合的になっている要因というものを全体として考えながらやっていくという意味で、まあ、だからといって、これ、ずっと続けていくというわけではもう当然ないわけですけれども、この少なくともこの瞬間は、そういった形であの、国会などでもご審議いただいた上で、そういった形の,あのスキームにさせていただいているというところでございます。 最後手短短に、はい、短くやります <laughs> あの結局、これ、財務省にもお願いしたいんですけど、特に基金事業で補助金事業をする場合、極めて慎重にやってほしいと思いますで、さっきから聞いてるように、データ収集分析ができない状態で事業採択をスタートさせるというのは、やっぱり、これはやっぱおかしいだろうと思います。 で特にこれさっきあの途中のチェックの方法いろいろ話しましたけどこれ、普通ね事業計画出てきたらその計画通り進んでるかどうかのチェックなんですよそんな難しいことじゃないんですよ新しいチェックシーを作る必要ないんです最初に厳しい審査をしてるんであれば審査を通った事業計画がベンチマークになるわけです。 だから、四半期ごとに数字をもらってチェックしていくっていうのは当たり前の話ですよね。だそれでいいんですだからデータさえきっちり収集して更新していけるんであればいわゆる途中の事業効果検証はできるはずなんですよ。だからそこはあのこういうごまかし的な,な取ってつけたような手法を作る必要ないのでとにかくデータ収集をしっかりやっていただかないといけない。 で基金の場合、基金事業でこういったことを行う場合はやっぱ補助金じゃなくて、投資型の資金調達、資金投与をすべきだと思います。で、ファンドマネージャーやった経験から言うと、この倍率2倍なんていうことはありえないです。よっぽど審査のハードが低くなければ、こんな倍率で採択されるファンドなんてありえないです、世の中に。ですよね。だから もう一度ですね、あの皆さんご指摘したようにちょっとデータ具体的なデータがあまりのないので審査が厳格にされているかどうかも我々、検証できないんですけども、そこのデータの重要性というのはですね、今回、レビューはこれ EBPM と名付けてやっているレビューなんでそこは再度認識していただけたらと思います。以上です。 手短にお願いしますあの先ほどあのデータを PDF であの入力しているといの難しいという話があったんですが、ね、国民にその E タックスであるとか確定申告ですとかマイナンバーいろんな形でデジタル化ということが求められている中やはりその中小企業に対してだけそこのデジタル化が難しいというところもなかなかその通用しないんではないかなというふうふに思いますでそのデメリットの方が国民にとって大きいんではないのかな自己検証できないという意味ですねで,ですのでそこはそれを理由に進めないというところはもう今後、 お送していただきたいなと思いまして。以上です。えー、それではまあ、時間も来ておりますので、太田先生におかれましては、あのコメントの取りまとめの準備をお願いいたします。で、えー、大臣からコメントあればお願いします。はい、ありがとうございました。あの大変厳しいご指摘が続きまして、誠にごもっともだと思います。あのー、まあ、データの収集の部分とかですね。 経産省にももう少し頑張ってできなければあのいけないものもあると思いますが、これやっぱり真の責任がどこにあるかというと、やっぱりコロナ禍でこ、これ、政治がある程度、押した部分というのがあ,あって、えーまあ、こういう状況が作られている、えー、というところが、一番の責任なんだと思うんですね。 だからそこは、あのー、まずこの基金の成果目標は何なの、それから成果目標を達成しているかどうかをきちんと効果検証をして、えー、その結果というのをやっぱり、あのー、見て、えー、この手法が本当に良かったのかどうなのかっていうところはあのー 問わななけければいけないでその時に問われるのはやっぱり政治の方が責任を問われないとですね、あの経産省ばっかり責 <laughs> めるというわけには、これはいかないんだと思います。で、結果的にこの基金というものを,を,を、まあ、たくさん今できてますけども、その成果目標がきちんと立てられていて、それを図るための データ収集体制がちゃんとできていて、えー、そのこの基金で言えばいわばその採択するための審査をする体制が民間に丸投げになっているのではなくてやっぱりあの所管の部局が何らかの形で、えー、審査をできるような体制がちゃんと作られていてそれで 一定期間経ったところで効果検証をして続けるかどうかというのを見るということはやっぱり大事なんだと思うんですでそれがないがゆえに結果的にこれがずっと続いていってしまって、えー、無駄にお金が使われるということになってはいけない。あの昨日も3年ぐらいいで効果を検証しろととうことが あの取りまとめで言われておりましたがやっぱりその3年ぐらいのタイムできちんきちんと、えー、効果検証をして前に進むでその効果検証の体制ができないならそこでやっぱり1回止まってデータを収集するあるいは審査体制が ちゃんと整うかどうかというのを見るということをあのやらないといけないのではないのかなというふうに思います。あの確かに、えー、このー基金で新陳代謝が遅れた、えー、とかですね、えー、問題点は多分いっぱい逆の意味で出てるんだと思います。で採択の件数がたくさんあったが故に、えー、審査ができずに 先行してやったら審査でそこの部分には金が出ないと言って逆にこれを応募したがゆえに困っている企業の話というのも複数聞いておりますからあのいいことばかりでもなくお金を配ったからよかったかというとお金を配る事業をやったがゆえにあの問題を起こしてしまっている企業というのもあるわけですしあの PDF の話もありましたけども えー、やっぱりデータをあらかじめデジタルで取らなければ分析も収集収集分析もあとが大変になる、えー、わけでそれならあの事業を始める前にデータを収集する体制を作ったところから始めるというようなこともやらなきゃいけませんからこれはやっぱりここで1回これだけ指摘がありましたんでちゃんと効果検証をして、えー、どうだったの っていうのをやる意味でもどっかでやっぱりこれ立ち止まってですねあの成果目標とそれに対する効果検証というのをやってあの前に進む、まあ、コロナ禍で、えー、とにかく何が起きるかよくわからんと言ってさまざま事業家の給付金を出したりあるいは あのお店を閉めた飲食店に給付をしたりゼロゼロ融資をやったりあのそういうことはあの何でもやろうということでやりましたがコロナ禍終わって平常になっている今やっぱり立ち止まるっていうのが大事ですからあの少なくともこのコロナの対応はどうだったのかあの効果はどうだったのかっていう検証をしてから、えー、次へ行くっていうのはこれは この事業に限らずやっぱり、あのやっていいいいいかななけければいけないんだろうというふうとふに思います、まあ、そういう意味で、経産省にはあの力仕事を頑張ってやってもらって、えー、ある面あの、大変だったと思いますが、ここはやっぱり、あの政治が始めたことは、政治の責任で一回止まって、効果検証をやるということはあの、しっかりやらないといけない時期に来ているのではないかなというふうに思います。 あありりががととううごござざいいまますす土務河野大臣がおっしゃった政治の責任という部分もあの私はおっしゃる通りだというふうに思っていますで、それとちょっと違った観点でこの会に臨む姿勢みたいな部分をちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども事前に各委員の先生方そのデータうんぬんのやり取りがあったかという部分は私、存じてない部分でございますけれどもこう明らかにこの議論を活性化するためには必要なデータを用意できてなかった部分があるというのは 行革の,の事務局側も、そしてまた望んでいただく役所の皆さん側も、ちょっと重く受け止めて、次回から生かしていかないといけないのかなというふうに思います、はい、ありがとうございます。えー、そうしましたら、最後に、えー、太田先生から、取りまとめをお願いいたしますはい、えー、事務局から取りまとめのですね案をいただいているんですがあの、私の一存でかなり書き換えましたので、もしあの他の委員の先生方ですね、はい あのご異論あるようでしたら、後からあのご指摘いただければと思います、まあ、これ、通常のというか、かつての行政事業レビューや、えー、事業仕分けであれば、普通は多分廃止というふうになる事業だろうと思います、そ今、そういう仕組みはないので、えー、コメントとして申し上げます、えー、申請書、財務手表の精査、四半期のモニタリングの仕組みが確立されない限り、新規採択は一旦提出停止すべきである。 コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金は廃止、えー、しても、あ,あれもしくは抜本的に事業を、えー、構築し直すべきだで、未執行の金額については、一旦国庫返納してはどうか、えー、きちんと継続する必要は認められないので、基金として、えー、継続する必要は認められないので、通常の予算措置に戻すと、えー、以上をもって取りまとめコメントとしたいと思いますが、委員の先生方、いかがでしょうか。 ここから1点あるとすれば、一番最初のところ、従前の基金、あの、えー、先ほど少し説明もありましたけど、この補正で、えー、一応、国会通って、これ別な観点で、えー、とこの、えー、基金積み増しっていうのが決まってる部分はあるから、多分今日の議論って、今までやってきたことの効果検証ができてないっていう部分になるので、まあ、コロナ対策というのか、従前の部分について、今のままだったら、廃止とかっていいううようなどこを訂正すればいいですかすね。 従前の部分についてというふうに、一番最初の冒頭につければいいですか、はいではそれをあの付け加えたいと思います先ほど、もともと主な論点にあった執行体制の方の部分はよろしいですかその点はいかがでしょう執行体制ですねあの審査の厳格化とデータの収集の厳格化については引き続き、あの十分検討が必要というところはあの、もしよろしければ入れていただければと思いいますはい、それを付け加えたいと思います。 じゃ他よろしいでしょうか。はい、そうしましたらあのこれをもちまして、えー、本テーマにおける議論を終了したいと思います。どうもありがとうございました。